どんじょです、ドラクエ10やっていきましょうか。というわけでこれ生放送明けですね。前回まあ奇跡的にも50万枚まで増やすことができたカジノで、まあ神回ですよね、あれはまさに。カジノの後ですね。まあ金使ってね、ちょっとね、軽く装備整えてみました。キラーピアスっていうね、2回攻撃できるダガーがあるんですけど、レベル35から装備できたんで、ちょうどね、装備できるんですよ。で、あとのこの手品師は、これ昔モーモンが、桃之助がつけてた装備。で、キラーピー 2個っていう二刀流で、一応まあ踊り子スタイルね、ちょっと軽く作ってみました。まあまあ軽くいい感じかなと。手品師っていうのがうまく使えたんでね、装備買う手間が省けましたね。で、今回なんですけど、ナッチョス。こいつがね、踊り子の試練をね、やってくれるんですよ。だからちょっと、それちょっと行ってみようかなと思ってます。そうだな。レベル30以上の踊り子になれば、さすがのラスタも認めてくれ。って、おい、もう30以上じゃねえか。ガッハッハッハ。いくらなんでも早すぎだぜ。黒ザマさんに爆速成長伝説。早速ラスタに合わせてやりてえが、その前に一つ頼みがあるんだ。実はこの前気になることを聞いてな。なんでもラスタは単に踊り子うまいだけの相方を求めてるわけじゃねえらしいんだ。これ相方って読むらしいな。で、どんな奴がいいのか聞いたらよ。グレン領に死にいるグールを5匹倒せるくらいの実力を持つ踊り子を探してるらしいんだ。クソ限定しとるやないか。例えがすごいな、これ。いやー、ラスタちゃん、どんな男がいいんかな。どんな男タイプなの。あー、私ね、グレン領に死にいるグールを5匹くらい倒す実力を持つやつ、みたいな。そんな界隈で、これ。スライム1匹に行く手を阻まれただけで、倒すのを面倒がって営業ドタキャンしてた、あいつがまさか。そんな条件を出したな。まあ理由はよくわからねえが、言われた通り倒してくりゃ、さすがのラスタもお前を相方として認めざるを得ないだろう。つーわけでヒカル、早速そのグールを倒してきてくれよ。お前なら楽勝だろ、やってくれるよな。グレン領にしか、やったろやないかい。おう、さすがだぜヒカル。ただあそこにいるグールは、怨霊の意志だって話があるから注意しろよな。怨霊っていうのは強い恨みの気持ちを持ったまま死んでいったやつの慣れの果てよ。見かけは他の霊とあまり変わらないんだが、人に取り付いて悪さを働くのが特徴だ。どういうわけか最近増えてるらしくてよ。まあ伝説級の踊り子にはいらねえ心配か。でも用心するに越したことはねえからな。気をつけて行ってこいよ。始まりの踊り子伝説。来ました。俺の伝説が今始まろうとしている。グレン領西ってことはもうこの辺やな。西か。ってことはあっちやな。ルーラストンでグレン領西ってことはもう一回ちょっとジュレット行くしかねえ。ちょっとルーラストン欲しいな。てか今のな、メンツめっちゃ強いね。多分な、パッシブほとんど全部取っとるメンツやから。かなり能力高いです、今のメンツ。見てこれ。ほら、HP305 超え、全員。やばない。てか、俺もな、結構 MP 高いね。地味に。やっぱ俺もね、HP も高なったら、パッシブ取ったから、俺も。なんぼか。結構強なっとるわけよ。いいね。で、あと、あのね、レイダメです、行く前に、他にもね、まだキーエンブレムってあるんですよね、実は。キーエンブレムって全部で10個あって、今俺、6個しかゲットしてない。だから、あと4つあるから、さっきそれを回収してから、全部のストーリーを終えてから、レイダメテス行こうかなと、思ってます。それが正規のルートなんでね。まあそこを通ろうかなと思ってる。だからちょっとね、当分レイダメテスは行かないです、もう。あそこ多分強いんでね、俺も踊り子で行きたいね、あそこ。もっと強い踊り子なんてか行こうと思ってるんで、あそこ。まあとりあえずグレン連れて行けよ、おい。おっさん、連れて行けよ、お兄さん。ちょっと待って、ちょっと待って、お兄さん。ラッスンゴレライって何ですの？説明しろと言われましても、ラッスンゴレライはちょっとやばい言葉ですけども。結構俺踊り子っぽくなったな、ほんま。手品師イコール。なんだ達人ゴールが上がって。誰やねん。まあ、達人ぐらいがなんかの試練なんやろな、あいつは。おそらく。いずれ俺が行くところの、あれなんかな？わからんけど。まあ、とりあえず今回は踊り子伝説が始まったということでね。踊り子の伝説を極みをさせてもらおうかと思っています。行くぞー、我は行くぞ。ユナティスキット、シャロリリア、結構かっこいい名前な、シャロリリアって。さて、いや、ダルバード、グレン領西グール、あ、おったわ、そういえばグレン領西グール昔おったわ、結構強かったぞ、確かあいつ。おったわ、そういえば思い出した、おった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 、俺一回戦ったことあるわ、グレン領西のグールね。まあ一応確認しようけど、多分ここだったから。いました、いました、そういえば。ありましたよ。行き先を。ああ、ここやっぱり。俺見たことあるわ。多分な、左側の方にある。
左から2番目の列にある、多分。おったと思う。うん、俺覚えとるで。懐かしいな、グール。昔グール多分勝って、桃之助の夏人あげようとしてたことがあったんですけど、結構強かったんですよね、それが。で、強すぎて、まあ無理やわってなっとったの覚えとるわ。懐かしいな。いやー、ドラクエはやっぱ面白いですね。これね、正直ね、もっとやっていきたいんやけど、やっぱその米読みとかの時間が結構最近多いから、ちょっと量減らして、もっと内容をちょっとやっていきたいなって思ってるんですよね。やっぱ限られた時間で俺もやってるんで、ちょっと米読みしすぎたら、内容が進まなくてね、もっとやっぱ進めたいんですよね、個人的には。どんどん行きたいというかね。これ左行ったらゴーレムのとこやけど、この奥ですね、確か。この奥にグールが潜んでた気がするんですよね。東京グール。見てますか、東京グール。ヤングジャンプでやってたんですけどね、東京グール。今、東京グール、なんちゃらってやって、新しくし、また連載始まってますけど、俺はね、あれ、あえて貯めてるんですよ。あえて読まずに貯めてるパターン。わかります?漫画が大好きな人間って、結構ね、中途半端に読むの嫌うっていうのあると思うんです。言ったら、なんか、新刊で一巻だけ読んでも、なんか、わからへんから、わからへんっていうか、なんか、物足りになるから、2、30巻まとめて、完結してから読むっていう、そういう楽しみ方?わかるかな、これ。これ結構あるあるなんやけど、漫画好きあるあるなんやけど、俺もそれを、おっとと、たまにやるタイプで、東京グルはマジ今、座ってとうから。い、この強い。ま、行くか!仲間強いで、俺の方。あ、マジで?こっち結構強い。多分結構強かったと思うね、俺も。ベギラも使ってみようかな。いただいて。回心マシンラップ使おう。はい、回心マシンラップ。チェケ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 ラー。もうなんなの?ダサすぎるやろ。おいおい、行こう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 。おぉ、めっちゃいいやん、めっちゃいい。おぉ、めっちゃいい。回心率やばやばおい、めっちゃいいやん、これ。回心回しラブめっちゃいいやん。なにこれ、めっちゃいいやん。おら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 いや、良すぎるやろ。チェケラ、チェケラ、いや。チェケラ、チェケラ、いや。ベギラマお、強い、ベギラマ、結構。自分の力上がっていくよ。結構強いぞ、これ。おらおらおら、踊り子めっちゃええやん。新しすぎるやろ、これ。キラーピアスめっちゃええやん。はいはいはい、回収しに出そうぜ。あ、やべ。やべ、こいつ強すぎ。はい、回収マシンラップ。はい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 。行こうぜ、行こうぜ、刻もうぜ、刻もうぜ。俺のリズムを刻もうぜ。お、メガール。なに?防げ。防げ、防げ、防げ。ザーッと。うわ、グール吹かしやがった。バカ野郎食らってね、最後の方。バカ野郎ザコメか。でもこれね、攻撃するごとに、MP 回復するんですよね、このザガーって。探検のいいとこはね、オート MP 回復持ってるんですよね。稀に MP 回復するみたいな。だから、MP が減らへんっていう。しかも4回攻撃だから MP 回復する率が高いっていうね。やばくない？痛い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 。うよ、いいね。すべ、すべ、すべ、すべ。あと、5匹倒さなあかんのか。元気玉使おう。元気玉なんかバシバシ使っていこうぜ。この何個でもあるやんか、元気玉なんか。200個ぐらいあるやんか。行こう。ふい、グール。おおマジでマジ、なんで冬疲れるのお前。俺、後ろが行ったやろ。おい、待て。待て待て待て頼む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 。頼む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 。頼むよ。おら、あらあ来たー元気玉使ったばっかりー最高ーエンゼルボム使ってまーすありがとうございまーすファイ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 でかいでかいでかい最高動けんあー動けん動けん動けんまひっとるまひっとるまひっとるやめろやめろやばい死ぬぞ死ぬぞ死ぬぞ助けろ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 ナイスグール HP 高いな、ほんとさすがこの毒毒ゾンビを昔買ったんだけどね、デスマイストラーってうら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 これ、回心回心ラブめっちゃ良くないいけよっしゃー避ける回心おりゃー強っ回心回心ラブ良すぎひん、これ一番経験値ゲットラッキー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 踊り子楽しいなえ強えな踊り子 MP も回復できるし自分で
で、会心とかサポートもできるから、周りを強くできるから、今ちょうど熱いわけよ。自分が今弱いから、だから、周りのサポートをできるっていうのはほんま強いわ。グールどこ行った？おい、出てこいよ、おい。ビビっとんかい、グール。出てこいよ、おいおいおい。あ、おった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 。おったわ、おったわ。いっぱいワンサクおるやんけよ。ワンサクおりなすってよ。ご立派なことで、グールさん。おっしゃ、一匹あげ、ラッキー。メガザルロック、マジいらんから。マジいらんから、あいつ。はい。ほら配信強すぎ。配信マシラップやばいな。はい、踊りまーす。もう、和太鼓になったもんな。ヘイ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 。全員の会心の JD 高めるってやばいよな。マジで。ほいほいほい。しかも全員攻撃回数が多いから。だから会心、おー、やばいやばいやばい。見てこれ。うらーうらーやばいやばい。え、これめっちゃ強いやん。踊り子のこれ最強やろ。マジで。最強系のサポートじゃないこれ。1個の。1個目。やばないこれ。マジで。えぐない。エクリプスやろこんな。エクリプスでしょこんな。最高やわほんまに。最高です。やったー。2体ぐらい出た。おっしゃ !2 体出た。これ終わりや。もちろん、返しマシラップ歌うよ。踊りますよ。返しマシラップ。ドン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 。はい。ちょっと待って、ちょっと待ってみたいな動きしようか。何これスリブだわ。おい、行ったろかい。勝利やー。返しのバイパーパーン。お、モードかかっとる。ここにタナトサンド打てばいいんやけど、持ってへんからな、まだ。早くパッシブ取っていきたいな。全員のね、他の職業のレベル上げたいんですけどね。メタル系がないんで、またメタル迷宮つけてゲットしたらまた行こうと思うんですけど。行こうぜ行こうぜ。うん、撃破。あいよいよいよい。あいよい。めっちゃ強いわ、ほんまに。これ最高に楽しい。ほんまに。あ、もう一人戻ってもだ。MP がマジオート回復やばない、これ、ほんまに。はい、回心回心ラップ行こうか。回心回心回心ラップ。せい。もう一発行こう。おりゃ。いや、強っ。踊り子楽しすぎる。しかもめっちゃ速い動き。結構の動きです。やばない踊り子。ほら。いや、これ踊り子やばいわ。あ、めっちゃ気に入ったわ踊り子。俺もう一生踊り子で行くわ。ほんまに。一生踊り子宣言。で、一気に勝ち。やば、回心率で気持ちいいな、これ。だって別に俺回心率高いやつ使ったわけじゃないんやで、だって。やんのにこれ。やんのにこれ。あ、めっちゃ楽しい。ああ。楽しかった。今のパーティー最強。このパーティーで一緒やっていきたいなーってレベルの強さしとるわ、今のパーティー。いや、パッシブ全員取っとったら強いわ。俺もやっぱパッシブ取ればね、一気に強くなるんで、できる限り全職業のパッシブを取ってきて、だから全職業レベル50ぐらいまで上げたいんですけどね。で、そのためにはメタル迷宮券がいるんでね。で、メタル迷宮券はなかなかゲットできないんですよね、あれ。放置してたらね、元気チャージでゲットできるんですけど、まだまだなんですよね。お、ナッチェス。ナッチョスよ。おい、早かったじゃねえか、ヒカル。その様子じゃ頼んどいた剣もバッチリこなしたみたいだな。当たり前やろが。下げんな、この野郎。来いよ、早く。ラスタさんは？ぐわっはっはっは。本領退治の真似事なんてさせられて、わけわかんねえって顔してるぜ。ふっふ、そりゃそうよ。なんせ俺もよくわからんねえんだからな。わかんなくても結構、毛だらけ。しましまキャットはしまだらけだ。意味わからへんから、こいつ、ほんま。センスがないんやって、こいつ。だがよ。お、この音楽は。懐かしいな、これ。イルルカとかでかかるんですよ、たまにこういう音楽。音量と踊り子に関係がねえわけでもね。実は、大昔の踊り子っていうのは今とは少し違っててな。なんでも歌や踊りに秘められた、呪術的な力。それを利用して、音量を払うのが役目だったらしいぜ。ほう。その昔、マジ強い踊り子が、音霊の親玉と大戦争やらかしたって伝説でも残ってんだ。マジ強い踊り子伝説ってわけだな。お、ラスさん。ただいま、あら、あなたは？おう、ラスタ、いいとこに帰ってきたな。ちょうどヒカルが例の音量どもをギッタンギッタンしてきたところよ。音量は、この前話したやつね。なんで反応するぜ、ラスタ。ははん。さて、お前、こいつに追い抜かれるのを心配してんのか？何も面白くねえから。まず、こいつ団長やめた方がええぞ、もう、お前。ぐはははまあ、無理ねえか。こいつ、多分古き伝説のマジ強踊り子すら追い抜いちまう勢いだからな。いや、もう特に起こしたりしてる。してな。ふふふ。
笑わせないで。前向きみたいに。諦めないで。笑わせないで。いやーこれから魔術踊り子で爆売れ伝説の時代だな。魔術よ爆売れ、ガッポガポ、うほ。笑わせないで。はい。ラストさん、これはモテへん女の子のパターンやな。あんな低級霊、低級霊情報的当たり前よ。古き伝説の踊りの強さ、踊りの高めはそのものじゃないわ。なんか覚悟あるっぽいな。これもまたいつまでその頃撮ったんだよ。ナッチョスなんやねんこいつ。ほんまふうふうふう、俺としたことがあれ、しばらく不機嫌伝説だな。しかしあんなに怒ることがねえ。最近やたらピリピリしてんだよな。まあ伝説に直木さん戻り子としての自覚が出てきたならいいことだがよ。つわけヒカルの成長お披露目するのはまた今度だな。もうちょっと修行した方が良さそうだしな。大したもんじゃねえが、景気づけにこんなもの用意させてもらったぜ。引き続き頑張ってくれよな。踊り子専用装備か。お、踊り子の靴、経験少な、少な。てっ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 てん。いやー、クリアしました。蘇る踊り子の伝説。やっぱ踊りも、俺もね、踊り子としてのね、伝説刻んできたんでね。まあ、安心しろよ。魔法の一座なら、レベル35の以上の踊り子になってくるのも、あっという間の間近な果てだろう。いや、もう納豆から。それだけレベル上げりゃ、ラストだって納得だろうよ。次こそビシッと、相方として認めてもらおうぜ。なってるんだな、これが。お、見ますよ、見ますよ。これ大好きやね、俺。でこれおもろいからな。次回予告、踊れ憎き踊り込め。ファンの耳はもう食べ飽きたわ。何やねんこのギャグみたいな。こりゃ今晩の舞台はドタキャン伝説だな。舞い散りなさい。哀愁のパン耳伝説。どういうことやねんこれ。もう結構適当に作っとるからな、これ、ほんまに。すごい切り繋ぎ方してんで。来たー！レベル36に上がりましたー！ありがとう！ほう、結構全体的にバランス力が上がるんやな。でも踊り子やから魅力がめっちゃ上がるとかじゃないんや、別に。スキルポイントないんかよ。くれよ、スキルポイント。まあ、3万3000か。いやー、結構いい感じで上がりましたよ。まあ、ちょうど20分くらいですね。いやー、いい感じでね、進めてきてますね。まあ、ちょっと込み読みどうしようかな、と思ったんですけど、込み読みね、今後ね、ちょっとね、動画のところでやってたら、すごい長くなってしまうんで、まとめてどっかで、もう、込み読みだけの動画みたいなのを、ちょっと作ろうかなと思ってるんですよ。だから一週間に一本、マジで込み読みだけの動画みたいな。で過去にその一週間分のドラゴンクエストに来たコメントを、ザーって読んでいく、ドラクエ込み読みタイムみたいなのを作ろうかなと、思ってます。そっちの方がまあまあ、まとまってるんでね。コミ読み見たい人は、それを見ればいい、OK なんで。で、それ以外の人はドラゴンクエストだけを楽しみたい人も いると思うんでね。そしたら、そっちの方が多分1日2本ぐらいのペースで出しやすいんでね。今やったら20分で、これで終われば、次またもう1本、今日出したりとかできるんで、連続で出せるんでね。そっちの方が多分内容も進むんでね。まあまあ、いいんじゃないかと思って。そういう風にしようかなと思います。まあ、たまにまあ、この、本編の時にも、たまにコミ読みとか、するかもしれないんですけど、まあ、基本はなんか溜めても、バッともまとめて、読もうかなと。一週間分の米読み総集編みたいな感じでね。やろうと思うんでね。そんな感じでやっていきたいと思います。だからまあ基本的にはもう雑談とか、ドラクエの内容で。まあ今回なんか雑談なかったんですけどね。もう内容が楽しかったんで今回はまあ、いいんじゃないかと思います。というわけで、今回の動画はこれで終わります。ありがとうございました。